催眠術リサ催眠術すごいずっとやってみたくてひらがなちゃんのやつも見てたので、うん、嬉しいです。ひらがな新年会見たあれ、はい、おこちらを克服していただきます、うん、オープン。うわもう澤部さんもダメだから澤部さんもかけてもらえないじゃん。かかっちゃおうかな。眠って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 スーッと近い。そうどんどん近いスーッと近い。3つ数えるととっても楽しくとっても面白い。見たもの全てそうなるよ。1つ2つ3つ。おはようございます。気分上がるよね。怖い。気分上がるよね。テンション上がるよね。これから触るものってすっごい面白いんだよ。ほら見て、これ面白いの。ほら見て、ほらこのね動き方がねのろくて面白いんだ。ね、すごい面白いでしょ。こっち来てもうちょっと近く見て。面白いよ。このノロノロした動きがすごい面白い。面白いでしょ。ねえ、面白そうでしょ。面白そうだよね。催眠解ける。この感覚の変化だよね。そうで、もう一人ねちょっとかけていただきたいメンバーがいまして、はい、渡辺理香っていう、子なんですけども、ちょっとどうしてもこう、まあ、カメラの前になるとちょっとこうおしゃべりするのが苦手と言いますか、はい、ちょっとまあ恥ずかしがり屋さんと言いますかね、うんうん、先生、僕はこう思ってます。あの子はもうすでにかかってるんだよ。なるほど、はい、かけられてこのグループに入ったんだと解いてほしいって僕は逆に思ってます。3つ数えると楽屋で楽しくしゃべってるようなそんな感覚にどんどん近づいていく。1つ2つ3つ。おはようございます。おはようございます。何笑ってるんですか。もっと楽しくなるよ。ほら、もっとテンション上がるよ。澤部さんと会話するともっと楽しくなるよ。ほら、リカ、ふい、ふい、ふい、やってますね。やってますね。はい、言ったと照れてるけど、ふい、ふい、ふい、いいですね。なんか変な輪が出てきます。輪が。あれ？ふい、ふい、黙っといてよ。黙っといてよ。黙っといてよ。怖い、怖い。もう楽しくしょうがなくなるよ。楽しくなるよ。もうどんどんゲームなくなってくるよ。どんどん行くよ。ほら、おしゃべり見る。いやー、もっと行くよ、もっと行くよ、もっと行くよ、どんどん行くよ。え、ここで行く。頭が開いてんじゃん。どうしよう。葛藤してるんですかね。ふいふい。酔っ払ってんのかな。トゥースドゥースドゥース。ほら、いけるいけるいける。アバーアバーやった。普段のいつも番組に出てるあなたに戻るよ。ポッてると大丈夫、元に戻ってる。うん、うい、なぜ先生は解いたんだ。あんなに明るい理科を返してくれ。今回やってもらうのは編集ハーフバボールキャッチ。ああ長澤君ということでございますね、はい、でもスイッチは土屋さんが持ってます、はい、これも土屋さんのタイミングで押されるからね、はい、そう、いいですか、もうこの距離でいい、はいはい、もういいね、そんぐらい、行くよ、もう行くよ、もうちょっと下がり行きましょう。お願いします。行くよ行くよ、うん、いいですね。どうしたの？どうした？食べて食べて。
食べれないもん。そう簡単に食べれるかな。から食べれていいんですよ。どうですか自信は。これも得意じゃないのにこれとかついてたら絶対多分取れないです。でも髪の毛切ってね、可愛くなって。どうしました？どうしました？小田さん、どうしました？小田さん、膝の下の割れが。そんなに痛いの？いやいや、こっちがびっくりする。ピュッてやる？なんかポンって。いいですか？祇園の会議おしまいでいいですか？どうしました？どうしました？お関さん、どうしました？お関さん。どうしました？ちょっと今押しました。ちょっと今2番を押したら向こうでいたまさかお関につながってるとは思わなかったんで。いたメイクさんに口塗ってもらってた。2番がお関ね。今2番はお関。さあそれでは行きましょう。小田とリサの挑戦です。お願いします。頑張れ。せーの、お、いけるいける。いたこれ入れるな、みんな入れるな。まあネルは運動神経あるから。なるほど。このゲーム初めてなんです。え、ずっと列の後ろとかにいたら回ってこなくて。そうなんだ。いるの、そんなの。ねえ、ようやく欅の一になれたじゃん。本当だ、よかった。これやんなきゃ。これやんなきゃ。行きましょうか。じゃあ行きましょう。それではネルとハブの挑戦です。お願いします。大丈夫、せーの。もう一回いきましょう。ネルとハブのチャレンジお願いします。こっちの前せーの。見たかった。残念、失敗。久しぶりこのスーパーボールキャッチ自体は、うん、うまかったっけ。あ、私上手で。いける。いやいや、こいつ何でもできるって言うの。何でも自信あるんだもん、こいつは。いけるね、はい、練習がついてても。しかもでも、はい、パートナーがまた理科だから。いける。アバーン。ラッパーは難しいんだね。それでは行きましょう。お願いします。低けるね。いいよ、せーの。お前なに、もう一回やって。もう連発で。ちょっと低いです。もうちょっと腰上げてください。なんだこいつ、態度悪いな。あびっくりした今。いきましょう。お関と守屋のチャレンジです。お願いします。大丈夫です。佐藤がもうちょっと嬉しすぎて腰を腰ね砕けちゃってもね。すごいですよこれは。お手紙に書いてありましたけど曲は聴くんですか。大好きですよ、ね、はい。ほら喋った声も桜井さんだよ。大好きですか。大好きですよ、ね、どう、どうぞ佐藤。どな、何どうぞ。なんか何何え、ご本人桜井さん。桜井さんですよね。はい、桜井さんです。誰に会いたいの佐藤は。桜井さん。
桜井和俊さん。あれお名前は桜井俊和です。違ったの？ずっとだって桜井さんって言うから。これ俊和さんだと思うじゃん俺らも。ちなみにお年は？今年50です。50だぞ。50の割には若くねえか。ということで、そうですね。ちょっと電車の時間もありますからね。和歌山からなきゃいけないから。先生間違えちゃってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。